熱烈リツリツカフェのこさん、本日は、はい、久しぶりのパン編です。はい、ちょっとね、パンを作るのに5時間、6時間かかって、私は心が折れていたんですが、なんと、はい、図書館でこの、はい、出来上がりまで90分でできるおかずパンの本というのを借りてきましたので、本当に90分でできるかやってみようと思います。さあ、今日はですね、はい、クリームロールを作っていきます。それではリッツクッキング。リッツクッキング、はい、では材料です。小麦粉、強力粉、ドライイースト、お砂糖、溶き卵、牛乳、バター、お塩、あとはウインナーです。強力粉 300g、 はい、強力粉300、はい、ドライイースト大さじ1、大さじ2、これを、混ぜ合わせておくだそうです。牛乳 180cc と粗塩小さじ2分の1、溶き卵大さじ2、こちらも混ぜ合わせておくだそうです。じゃあこれも混ぜておきましょう。はい、ではここから生地を作っていきます。本当に90分でできるでしょうか。一応準備する時間を含めませんでした。加えながらざっくり混ぜ合わせます。はい、じゃあ粉っぽさがなくなったらバターを加えてさらに混ぜるだそうです。この後でバターを加えてみます。ちょっとまだ固いか、だいぶ溶けるね。生地に馴染むまで混ぜる。はい、頑張ります。で、結構丸まってきましたよ。こういう風に引っ張って、まとめて、引っ張って、まとめてっていう感じで、マジでただひたすらもみもみ、こねこねしていきます。結構、あ、でも手についた生地もこうやって自動的にパン生地にくっついていくようになったんで、そろそろ発酵に移ってもいいんじゃないでしょうか。はい、では次のステップへ移ります。はい、ではまず、ですね、ここの、発酵するのはオーブンで30分やらしいんですが、はい、余熱なしの200度で1分間だけまずこの中を温めて、その中で30分放置するそうです。はい、ではその間にラップをして準備をしていきます。はい、ではこの200度で若干温まったこの中で30分こちらの生地を寝かせて発酵していきます。それでは30分後、はい、では30分経ちました。開けてみましょう。おお、大きくなった。じゃんじゃかじゃん、育ちました。はい、ではこれをまた左右に引っ張り、発酵に巻き込むように軽くもみをする。おお、はい、ふわふわです。これをじゃあまた若干、はい、軽くもみも、まあ軽くでいいみたいです。おお、いい感じ、ふわふわの生地になってます。では次のステップへ移ります。はい、ではこちらの生地を12等分に分けていきます。まずまあ半分にして、半分にして、いや、なんかほら綺麗じゃない、くっつかないし。で、これを3等分にすれば12等分になります。確かに。はい、ではこの団子状に1個ずつ生地をまとめたものをですね、これをシュルシュルシュルっとして上半分を細長くして、はい、こんな感じで涙型にします。だそうです。伸ばして、しゃもじ型にします。だそうです。しゃもじっていうか何になっちゃって、ちびな。はい、これにウインナーを乗せて、手前からくるくる、ちょっとウインナー小さすぎて、あのウインナー小さすぎました。本当はさ、ここから出てほしかったけど、まあいいか、食べたら美味しいよね。はい、こんな感じでウインナー巻いたものをここに順番に並べていきます。じゃーん。ではこれで全部巻き終わりました。なんか、ロールのさ、端からウインナーが見えなく、1個2つつなげて、ジャンボウインナーロールを作ってみました。乾いた布巾を広げ、布巾をかぶせて、特に蒸発防止のために、ラップをさらにかぶせます。で、さっきみたいに200度で1分を温めます。では、200度に温まったので、これを入れて、20分から20分
してやります。ほっときます。まあ今回15分にしましょうかね。ではこれでしばらく放置します。ではこれを取り出して卵を塗っていきます。その間にオーブンを予熱しておきましょう。はい、そして二次発酵っていうんですかね、これがおそらくそんな感じのが終わりました。はい、ちょっと膨らみましたね。溶き卵を塗っていきます。卵を塗ると色がいい感じになると思います。これを全部塗ります。はい、では卵が塗り終わりました。テカテカです。はい、ではこのままオーブンで10分焼いていきます。10分。はい、では10分後またお会いしましょう。では焼き上がりました。いきましょう。お、焼けとる。じゃん、え、おいしそう。よいしょ。はい、ご覧ください。本日のウインナーロール完成です。見て、チーズはみ出ちゃった。この2つはチーズ入りにしてみました。はい、それでは本日のウインナーロール完成しました。リツクッキング。はい、お待たせいたしました。本日の焼きたてウインナーロールです。完成いたしました。じゃん、この一番大きいやつ見ます？さっき出た特大ウインナーロール、結構いい感じに焼けてます。あとは全部ミニサイズ。何が美味しそう？これ美味しそうかな。これ結構いい感じ、可愛くできます。で、ちょっと見えないな、穴から若干ウインナーが、まあ覗けば見えるかなってぐらいに、あの申し訳程度に入ってるウインナーです。ボリューム出したい人はシャウエッセンとか、ああいうがっつり系のウインナーを入れると、あれはあれで絶対に美味しいかなと思います。では早速一つ食べていきましょう。どれにしようかな。ちょっとこれね、切りましょうね。じゃかじゃん、はい、こんな感じです。ふかふかのパンって感じになってて、申し訳程度にウインナーが入っております。じゃあちょっと温かいうちに食べましょう。いただきます。うん、おいしい。普通に美味しい。あ、うんうん、うん、美味しいです。はい、え、普通にめっちゃ美味しいんだけど、ちょっと生地だけ一回食べてみようかな。パンの生地だけちぎって。なんか生地もしっとりしてるよ。甘さはそんなにめっちゃ甘いからね、ほんのり甘めの甘さで、ちゃんとね、きめ細かくね膨らんでて、弾力もなんかいい感じにあって、しっとりふわふわ系の、うん、ロールパンっぽい感じのちゃんとパンになってますね。うんうんうん、いけてる、いけてます。うん、これは美味しいぞ。うん、美味しい、美味しい。シャウエッセン入れたかったな。シャウエッセン入れたらあと倍は美味しいな。まあ、ちなみに、ね、完成まで90分ですっていう風に本能に書いてあったんですけど、まあ私の実力不足ということで120分かかりました。多分慣れちゃえば、もうちぎるところとか、多分ちぎって伸ばして巻いてみたいなやつは、あそこを多分慣れちゃえばもっとピン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 っていっぱい作れると思うので、90分でゴチって感じに完成に至る気がしますので、ちょっと見慣れたら90分で完成するかもしれないです。あとね、1個ねチーズ入れたのがあって、ちょっとね横からはみ出してんの、このチーズパン。チーズパンせっかくだからこれも食べよう。いただきます。うんうん、あ、チーズパン美味しい。これチーズだけのパン作っても美味しかったかも。ちょっとそれもいいな、美味しそうだな。チーズウインナー最高、最高。うん、チーズウインナーですね。はい、ちょっと全部にチーズを入れればよかったな。次回は全部にチーズを入れたいくらい美味しい。うん、やっぱチーズ大正解。あ、ちょっとね、私次の夢はシャウエッセンチーズパンを作るのが夢ですね。小さい夢だなこの人は。はい、
あの本見るといろいろおかずパンが載ってて、いろんなおかずの具材を入れてパンにして食べましょうっていうレシピブックだったので、ちょっと他のパンも作ってみたいと思います。チーズといえばチャイナでしょうということで、あのエビチリパンとかちょっと中華っぽいパンを作ってみたらいいんじゃないかという野望に燃えております。はい、リツクッキング。はい、それでは本日のウィンナーパン、こちらはユニコリツです。結構ね、このもちもちの弾力があって美味しいし、あの普通のねパンを作るにしては結構手軽にできると思うので、よかったら皆さん作ってみてください。あの温度をね200度でピッて焼く時の温度にして1分間温めて、そこで30分放置して発酵するっていうのがコツみたいです。はい、ではこのシリーズでちょっとまた他のパンも作ってみたいと思うので、よかったら他のパン動画もまた見てみてください。他にもいろんなパンを作ったりマリトッツォ作ったりしてるので、よかったら他の動画もよろしくお願いします。チャンネル登録もよろしくお願いします。エビチリパンを作るまで見届けてくださいませ。はい、それではまたリツカフェへお越しください。それではいってらっしゃいませ。